ほら、立たなくなった時にすごい焦ってさ、いろいろ試さなきゃって、たくさん買っちゃって。マジでお前、無駄な時間を過ごさせるな、人に。お前、時間は財産なんだぞ。そんな下劣な話題で、ショッピングモールの楽しい思い出を怪我そうとすんじゃねえよ。上と下を買うだけでなくなっちゃいそうだけど、どうする？おい、するすんな、お前。せっかく行ったんだからちょっと拾えよ。なんとかする気はないでしょ。どうやって？それは、ちょっと、あれだね。言えないね。兄としては妹にお金貸してなんて。ああ、俺だって少ないとは思ってるけど、今これだけしか準備できないんだよ。で、どうする？あ、こいつ嫌なタイプ。もう意地でも言わせる気だね。兄の口から。僕の服の代金なら気にしないでいい。何？どういうこと？なんでそんなこと言うの？もしかして盗み働けばいいじゃないとか言う？お前さすがにそれは天使じゃないよ。最初から君たちに負担をかけるつもりはなかったから。けど。地上で活動するにあたり、もしもに備えて多少の資金はある。あ、そうなの？え、どうやって？どこから出てきたそれは。神社のお賽銭箱みたいな感じで、教会にも天使専用のお賽銭箱があるとか？それくすねてきた？それは正直助かるが。気にしないでくれ。僕にとっては君の負担にならないことが重要なんだ。ここまで顧客ファーストな天使がいるとありがたいね。じゃあ出していただきましょうかね。本当にいいの？もちろんだとも。天使の僕にとってお金はそこまで重要じゃないからね。言うて実体化したら人間と変わらないでしょ。天使の肩書きなんてなくなるやん。お金重要になってくるって。そしたらなら悪いけど頼らせてもらう。うん、何も問題はない。なんかめちゃくちゃドヤ顔なの逆に怖いな。お前天界の通貨とか使うなよ。ちゃんと人間界の日本の通貨で頼むな。円で頼むよ。じゃあどうしようか。誰の服から見に行く？そうだな。私は後回しで結構です。動きやすい服装であればこだわりなども特にありませんから。あ、やっぱそういう系だよね、オリエ。じゃあもういいよ、自由かユニクロ行こう。そしたらパパーっと終わるから先に行こう。そしたらとすると、あ、なるほど、ここで選択肢があるんだ。ノアからシトリアさんからとりあえず休憩。休憩挟む必要あるか。まあ個人的にめちゃくちゃ気になるのはノアからだし、ノアがどういう風にお金を払うのかも気になるから、ノアから行きますか。とりあえずノアから見ていくか。注目を浴びるってほどじゃないにしろ、すれ違う人が軽く振り返る程度には目立ってるし、いや多分服装じゃないと思うけどね。あのグループ顔面偏差値高くねっていう振り向きだと思うけどね。シトリアさんの方はそれほど目立ってる様子はない。多分仮面のおかげだろう。の格好そんなに変かな。いやそりゃそうでしょ。普通の服だとしてもそこまで肩見せていたら誰だって振り向くよ。変ではないよ、可愛いし似合ってる。いや身内のフォローなんてあんまり参考になんねえから。もっと客観的に見ようぜ。けどちょっと綺麗すぎるっていうのかな。何それ、遠回しのディスではないの。普段着にしては目立つ格好だから、結婚式とかなんかパーティーでもあったのかなって、ちょっとした好奇心みたいなもんだ。それならいいんだけど。私たちもそれで問題ないわ。というよりも私たちは別行動をとってもいいかしら。なんで？おい、もう店案内したら終わりでいいのか。もうちょっとコミュニティの重要性を図ろうな。姫様、どうかされたのですか？いろいろ興味があるのよ。だからゆっくり調べるというと大げさかもしれないけど、とにかくいろいろ見物してみたいのよ。どんなデザインがあるのか、どんな生地が使われているのか。ああ、なるほど。もうワンチャンこっちの文化とかをスネウ国にも逆輸入しちゃおうぜみたいな考えなのかな。やっぱ国持つとそういう考えになるのかな。似合う似合わないに関係なく、男物とかも含めていろいろ見てみたい。それにここには衣服の他にもいろんなものがありそうだから。まあ確かにワクワクするよね。俺も初めてショッピングモール来た時はなんて建物なんだろうと思ったもん。わかりました、お供いたします姫様。大丈夫？人間一匹つけるか。そしてそれは別に構わないけど、俺たちの案内がなくて迷子になったりしないか。問題はありません。知らない場所とはいえ建物の中です。ここにあるのが案内図ですよね。あれがあれば迷うことなんてありえません。うわ、いつになくドヤ顔だオリエが。まあ大丈夫そうだね。こいつが方向音痴とか特殊性引き持ちじゃなければそんな迷うなんてことないだろうし。そりゃそうだ。じゃあ合流はどうする？そうね、2時間、いいえ3時間後にここで合流しましょうか。ちゃんと見るやんお前。一個ずつ丁寧に見るつもりだろお前。店舗数分かってねえけど、3時間ありゃ隅々まで見れるもんな。3時間か、ギリギリなんとかなるかな。何のギリギリ？その3時間の間に各アの服とかもいろいろ見定めようって話。え、ギリギリ3時間待ってギリギリ。いろいろ見て回るってなったらそれくらいはかかるものなの。ああ、ちょっとジェネレーションギャップじゃないけど性別ギャップを感じるねこれは。主人公びっくりだろこれ。俺
俺なんか10分あれば終わるけど。まあね、男はもう目的のもの以外見えないっていうタイプだけど、女の子そんなことないからね。次々と目移りしちゃうもんだから。お兄は時間かけなさすぎ。時間かけなさすぎでもいいんじゃないか。別にそれはいいでしょう。とにかく3時間後で。ああ、じゃあまた後で。それでは参りましょう。姫様、はぐれないようにしてね、オリエ。ん、ん。なんかちょっと不穏じゃない。それは大丈夫かオリエ、ちゃんと音もするんだぞ。手繋ぐか、なんなら。チャンネル登録、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。